皆さん、こんにちは。タッシュアンダンサーキャバンです。えー、引き続きですね、えー、録音によるえ雑談動画を撮っていこうと思いますけれども、1、えー、個前にですね、まあ、習い事、い、え、ろ、ー、んな習い事をですね、一生懸命やっていると、もしかしたらえ化学反応を起こすことがありますよというお話をさせていただきました。えー、で、今回はですね、えー、夏のタッシュアンダンスイベントに関してですね、えー、お話させていただくんですけれども、 また、えー、今日撮ってるのがですね、えー、7月の13日の、えー、木曜日ですけれども、明日、7月の14日、そして翌日の7月の15日の土曜日とですね、えー、北越谷にあるギャザホールさんでのビアホールイベント、えー、私で言うとこの第2、第3ステージということで、連日、えー、ございます。ありがたいことですね。で、えー、どうやら明日とあさってに関しては、 え、楽器演奏隊がいないということなので、えー、前にお話した通りね、えー、ダンサー史上主義の私としては、いよいよ進化が問われる瞬間が来たなというところで、まあ、ちょっと無茶ぶるいというかね、えー、してるところであります。果たして、えー、演奏チームがいない状態でね、まあ、演奏チームがいないとどういう形になるかっていうとですね、まあ、単純にやっぱりこう、ボリュームは減りますよね。 やっぱりこう、例えばサラダで言ったら、盛り付け用のレタスっていうのは、まああれ自体は大してうまいものじゃないですけども、やっぱ見栄えとしてね、やっぱりこう、レタスがあるとないとでは、やっぱこうボリューム感がね、全然違うし、色の見栄えも全然違うわけですけれども、まあオビリーのメンバーがまずはいるだけでですね、人数の総量が増えますんで、まずは見栄えが良くなると。そしてまあ生演奏の迫力、 そして盛り上げていただく大人の皆さんのパワーということでね、いつも助けていただいているわけです。ええー、まあ逆にですね、ドラムチームがいないことの、まあメリットとして考えられるのはダンスエリアが広くなりますね。だから明日、明後日に関しては大暴でできるということです。まあでもお客さんが多かったらね、当然テーブルが前に出てきますんで、結局のとこダンスエリアが縮むのかなとも思いますけれども、 まあ、この間もね、えー、ドラム、あるいは、えー、ギターのコード、アンプ等をですね、ちょっと避けながら、えー、踊ってたところがありますね。まあ、その辺がね、気にしなくて良くなるっていうだけで、えー、まあ、私としてはだいぶ、えー、助かるかなというところで、えー、あります。まあ、どちらにしろ、えー、先日お話した通りね、えー、ダンサーだけで、えー、どれだけ満足させられるかっていうね、私の挑戦が、いよいよ試させ、た試されるね、 えー、ステージになりますんで、えー、私としては本当に楽しみたいなというところであります。そして、えー、夏のイベントのですね、もう一つがですね、8月の、いつだったかな、6日だったか9日だったかに行われる、えー、アリオ西新井で、えー、行われるファミリー像ーですね。えー、ファミリーリゾートの略みたいですけれども、まあ、あの、タッシュアンランス。 えー、タシチプロモーションさんという会社様がですね、主催されている、えー、タシチアンランスのイベントですけれども、えー、去年はね、えー、ちょうど、えっ、ー、と、タタウラえー、タシチアンランスの大会の前日だったと思いますけれども、えー、前日にね、私は出演して、で、春巻選手のレッスンちょっと間挟んでみたいな感じで、結構大変なスケジュールでしたけれども、えー、素晴らしいステージでした。 で、今年はですね、えっ、ー、と、タタウラーと全く同じ日に、えー、ファミリー像がありまして、で、アイタペーペアさんがそこ出るという形になっております。で、お声かかったんですけれども、タタウラーがですね、一応午前午後の部になってるんで、もしかしたら、こ子供の部終わってから、すぐパッて飛んでいったら出れるかなとも思ってたんですけれども、 今、タタウラーさんの方から出てるタイムスケジュールで言いますと、子供の部の、えー、改善、完全体感は1時半、午後1時半ということでね。で、大会っていうのは大体押しますんで、まあおそらくなんだかんだ2時ぐらいになるんじゃないかなと私の方では、えー、思っております。まあこの後ね、えー、さらにその1時半以降、大人の部がありますんで、まああんまり押すとね、あのー、完全に、えー、会の閉会まで、 えが、だいぶ影響出てしまいますんで、まあ、大丈夫なのかもしれないですけれども、えー、どちらにしろですね、アイタペアペアさんの、えー、西洗いの出番が、えー、2時40分だったかな ?3 時前ぐらいだったと思うんですけれども、えー、とてもですね、1時半に終わりました。えー、西洗いに移動します。まあ、そこまではできると思うんですね。でも実際にその、 間に合うか間に合わないかギリギリのところでね、あの、主催者様とか、アいたペーペーさんに迷惑かけるわけにいかないですし、私自身も、いきなり移動してね、パッて衣装着て、さあ出てくれっていうのは、それはさすがに、ちょっと、あの、厳しいんじゃないかなと思いましたんで、今回はね、えー、涙ながらにちょっと、えー、出演自体ということでね、菊池先生の方に連絡させていただきました。えー、まあ、夏のね、えー、ファミリーゾー西新井の、 えー、西新井はね、あの池袋の方からバスで行けますし、まあ、電車だったとしても比較的いい近いので、越谷よりもね、うん。私たち家族としても比較的こう出やすくて。で、やっぱりあのタシチプロモーションさん、タシチアンダンスのイベントたくさん主催されている団体さん、あの会社様ですんで、えー、その辺よく分かってらっしゃるんでね、すごく踊りやすくて、えー、たくさんお客さん呼んでいただけるようなね。 えー、配置にしていただいている素晴らしいイベントなんで、えー、まあ、せめてね、えー、タタウラ終わりましたら、まあ、観覧の方に駆けつけてね、アイタペアペアさんの、えー、お迎えと、あとは奥さんが久しぶりにイベントに出るようですんで、えー、帰りの荷物持ちということでね、えー、そちらの方で活躍したいなというふうに考えております。まあ、引き続きですね、えー、ギャザーホールのビアホールイベント、えー、4月、8月と続きます。残念ながら今回は、 えー、8月のですね、ファミリーゾン西原井の、えー、イベント出演は逃しましたが、まあそれに、えー、勝るとも劣らないね、えー、ビアホールイベントがたくさんありますので、えー、皆さんもですね、ぜひ、えー、例えばお友達であったりとか、会社の仲間たちとの、ちょっとしたイベントでですね、えー、北越谷のギャザーホール、えー、ハウスオブマカロンで開かれる、えー、ビアホールイベントですね、ホームページで調べていただければ、 えー、ギャザーホール、ビアーホールとかで、えーえー、検索すれば画像検索でね、えー、チラシも出てくるかと思いますので、えー、良ければぜひ検索していただきたいと思います。まずは私はね、えー、明日の、明日のステージで、えー、ダンサーだけでどれだけ見せられるのかっていうのをね、えー、体を持って実証したいというふうに考えております。ダッシュアンダンサーキャバンでした。ありがとうございました。まるる